神田沙也加さんが離婚されましたよね、はい、うん、なんかありますか？あの話も出てね、結局そのジャニーズのタレントとの、ああそっか、疑惑というのが出たわけじゃないですか、はい、そうです、なんだっけ、アイドルのグループの忘れちゃった、年下、若い方なんです、そう、秋山とかっていうことで、ああそっか、秋山、でもこれ別に分かんないんですよね、実際のところ、いや、取られてるよ、もう鍵ももらって、うん、あんまでも皆さんその後報じないですよね、離婚はですか、離婚の届けを出したか、出す前から交際があったのかどうかっていう話ですよね、離婚する前から、だからそこで不倫疑惑っていう話になったらしいんですけど、離婚は合意はしていたんだけれども、届けをもちろん書いてたと思うんだけど、出した日がいつなのかっていうことを、うん、そこは曖昧にしてますもん、曖昧にしてるので、まあ、それはあの村田さんの方がやっぱり彼女のことに気を使って、気を使って、うん、さやかちゃんのことを発表、それをいつかっていうのは言わない、明言してないっていうことですね、うん、で彼もそのことは全部承知でしたみたいなことを言ってるし、うん、ね、まあ、それほどでもみんな大きく騒ぐほどの話でもなかったのかなと、そこにね、聖子さんがね、結婚の時もそうだけど、うん、離婚の時も何にも言ってこないからね、で神田さんも今回離婚については、結婚の時にはね、一緒にハワイも行ってるし、はいはい、お祝いもあげてるし、あのコメントもしてるけれども、離婚の時にはまあね、娘の離婚、うん、何も言ってないけど、お母さんが全くこれと1ミリも言ってないから、お母さんね、仲悪いんでしょうね、本当に、まだ距離あるんですか ね、そうとしか見えないっていう、いろいろね、本当に自分はって反面教師になっていて、本当に温かい、あの一人の男性をずっと一生愛し続けて、その人の子供を作っていい家庭を作りたいっていうのが彼女の結婚の理想だったのね、自分は、あ、さやかさんの、そう、自分は、自分はこういろんなパパが変わってたらい回しにされて、母にいてもらいたい時にいてもらえないっていう生活を強いられて、まあ、それはしょうがない、彼女がね、そういうところに生まれてしまったから、でそこをフォローしてたのがおばあちゃんだったんだけれども、今ね、で そうするとおばあ、さ、あの、さやかちゃんが子供産んで、おばあちゃんがそれフォローしてくれるかって、松田聖子はそんなことしてくれないよって、それに聖子ちゃんはなんかおばあちゃんっていうフレーズが嫌だって言ってた、ね、言ってましたもんね、娘がいて、うん、お母さんとしてまだアイドルっていうのはいいけれども、おばあちゃんとしてアイドル、もう年も58年、今のでもその話を伺った後、紅白でのやっぱ聖子さんのパフォーマンス、まあ、素晴らしかったんですけど、見ると、やっぱちょっといろいろ思いますよね、あのもうアイドルソングをバリバリにアイドルらしく歌われてたじゃないですか、すごいと思いますよ、本当に、ね、やっぱさすがプロフェッショナルというか、58よ、3月で、58か、8になるの、3月、やっぱさすがですね、